そんな日本なんだけど、まともな日本にはどうしたらいいんだと、ぜひお知恵を拝借できたらと思います。若者がもっともっと選挙に行ってまともな日本にするためにはどうしたらいいんだと。まあ、できればと思ったんですけど、選挙に一回参加してみるのがいいかなと思ったんです。参加、参加って運動員として、いや運動員大事だよ、分かる分かる。いや立候補してもいいし、いや立候補って実は結構簡単にできて、そのいきなり国会議員って難しいかもしれないですけど、例えば渋谷区の区議会議員とかね、意外と結構簡単になれるんですよ。そんなに競争も厳しくないし、まあ渋谷区はちょっと厳しいかもしれない、最近分かってきたからね、なんか結構給料もらえるし、あのとかっていうのも含めて結構やりたい人が出てきてるから。でも田舎のね、あの市会議員とか村会議員とかほとんど無投票みたいな近い感じで決まってるので、うん、そういうところで一回選挙出てみるとか、うん、あるいはその誰かの選挙手伝ってみることによってすごくやっぱ参加意識が、うん、募集してる募集してる関わってくれる人本当いや一回関わったら一回関わったらすごく選挙に対して関心が持てると思うので、本当はね、本当は僕はそういう人たちが、まあ、大学とか高校でもいいんですけど、その高校生はちょっと関われないかもしれないけど、未成年はダメですね。未成年ダメですか、あれ20歳からですか。そうです。あ、そうですか。じゃあその20歳からの、まあ、大学生とかでそういうコースっていうかボランティア期間みたいなのを作って、それにね出たら単位くれるとかね、まあ、そういうような制度を作って一回こう体験させてみたらいいと思うんですよね。だから体験なんて別に今すぐできるわけでね。そうそうそう、本当に募集中みたいな感じでさ、別にうちにあのメール1本くれるだけでも本当にそれはすぐ通じるわけだけど、実はみんな募集してますからね、うん、だからやっぱりそういうふうに関わるとやっぱり分かってくるし、何よりも大事なのはなんか選挙とか政治ってどっかの国の誰かの話してんじゃなくて、このネットの話一つ取ってみてもそうだけど、全部自分のことだからね、うん、そこに気づくためには関わるってのが一番いいんですよ、うん、実は国会議員が法律決めてますから、そうそうそう、法律作ってますから、なんだこの制度おかしいじゃねえかと思ったら全部自分たちが決めて代表が作ってますからね、うん、そこがすごくその一部の人たちが、あの特にその若い人たちが選挙に行かないのをいいことに、やっぱりこう年配の方々が有利な法律を実際に作ってる、その通り、うん、で割り送ってるみんな、うん、でそれが単なる割りでいいんだったらいいけど、どん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 、うん、やっぱりネットにしても、うん、日本の技術というのは生かされない社会になっていって、うん、せっかく日本はそういう技術力とそういう工夫があるのに世界の中ではどん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 遅れちゃってるという、そうですね、いう状態になってるんだから、本当にそこは若い人ほど深刻だよっていうのを知った方がいい、ね、そもそもここでネット選挙をうんぬん議論してることが僕はちょっとおかしいなという、僕らの時間とか労力がここに注がれてるのは間違ってると思うんです。本来ね、もう優秀な、ね、あの政治のことを詳しくていろんな政策のアイデアがあるわけだから、でも中ちゃんはそれを国策に生かしてほしいし、タカポンはインターネットの将来のことや宇宙のことを考えてほしいし、僕も事業に力を注ぐべきだと思うんですよ。でもインターネットのに関わる、我々がそういうね、ネット運動の解禁のことを議論しなきゃいけない、あと若者をもっと選挙に動員しなきゃいけないのと考えてるの間違ってる、間違いね。じゃあぜひあの日本を良くするために一言ずつこう若者に向かって走っていただいて、一旦ちょっと締めさせていただければと思います、はい、はい、じゃあ募集してますんで関わりたい方は、絶対おかしいんだけど関わった方がいいと思う、一回見に来てみるだけで、あそんなもんかっていうふうにやっぱり分かると思うので、あのぜひ何らかの形で関わってほしいなと思います。投票は行った方がいいですよ、はい、はい、高村さんお願いします、はい、まあ、僕もあのいろんな形で今回ちょっと参議院議員選挙を見て、まあ、僕も何かの形で何らかの形で関わると思うんですけど、僕も実際立候補してみてよく分かったことがあるので、まあ、僕の選挙運動を手伝っていただいた方々もすごくその後ね政治に対する意識ってすごく上がったと思うので、僕もあのぜひあの、まあ、時間があればそのボランティアとかそういったものにもこう関わられた方がいいんじゃないかなと、まあ、それと、まあ、当たり前のことなんだけどその投票結構面倒くさいと思うんですけど、行ってみたらどうでしょうか、あのそしたら投票速報も結構楽しんで見れるというか、ね、自分が要は参加してるので、自分が投票した投稿者がどうなったんだとかね、で選挙特番とかがこう楽しんで見れるので、あのぜひ行ってみてください。はい、さあ
ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん選挙行きましょう。